が入っています。変化球でまず空振りです。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど、そうですか。アウトコースはこれは外れた。手が出ません。三振。さあ、それでも同点のチャンスは続きます。まあ、あの次のバッターに期待したいですね。バットに当てたかったんですけどね、このチャンスの間にね、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですよね。さあ、ライトへ、いいところに上がった。掴んでツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあ、打席には先発の山崎入っています。まあ、ここは自分を助ける意味でもタイムリーを狙っていってほしいですね。そうですね。さあ、一打同点という場面を迎えています。縦のスライダー、バットを振らせます。これが3球目。低めの変化球見送りましたがストライクです。ワンボールツーストライクです。ライトへ、ここはフライになっています。掴んでスリーアウト。同点は許しませんでした。さあ、ご覧ください。先ほどのプレーになります。同点のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを生かせませんでした。4回終わって1対0、1点リードはカープです。小宮山さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが、粘ってほしいですよね。まあ、そうですね。ただ、まあ、どうでしょうね、ぼちぼちその交代ということもちらつき始めている感じですかね。ベンチの動きにも注目です。引っ張った、セカンドが取る、アウト、ワンアウトです。こちらが先ほどの配球になります。打ちました。痛烈な打球、伸びていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。ジャイアンツ、その差を2点に広げられる痛い一発となりました。ジャイアンツ追加点を許します。2対0になりました。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。その差を2点とされています。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。試合中盤、徐々にリードを広げられています。バッターボックスは4番西川。ジャイアンツ、この回追加点を許しています。小宮山さん、これ以上の失点はできませんよね。これ以上離されると辛いですから、絶対点はやれないですね。そうですね。一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。これが2球目。ファウルになります。インサイド落ちました。これはセンターに抜ける。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスには5番松山。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーはジャイアンツが山崎、そしてカープが床田、この2人の投げ合いとなっています。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。
打ちました。サードゴロです。サード取った。送球する。アウト、ツーアウト。さあジャイアンツ得点圏にランナーを背負った場面です。こういうところでの無駄な失点はしたくないですからね。集中していきたいですよ。うん、そうですよね。さあそのマウンド上の山崎、この状況にどう対応してくるか。レフトへ大きな打球だ。この打球はフライになっています。掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回カープソロホームランで追加点を挙げています。2対0、カープのリード広がっています。西さん、チームとしてはピッチャーに0点に抑えられているわけですが、バッターとして何か対策が必要だと思うんですが、いかがですか？まあこれまでの打席を踏まえてね、いろいろと考え方を整理しなきゃいけないですね。なるほどね。修正整理できるんでしょうか。ボールになります。緩いボールで来ました。アウトコース外れます。高めに決まりました。フルカウントです。インサイド落ちました。これはどうか。アウト、ワンアウト。バッターは2番丸。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは積極的にいってほしいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。いいところへ決まります。146キロ。さあ3球目は何か。変化球タイミング合いません。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。バットに当たりません。三振。ツーアウトになっています。バッターは3番秋穂。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。ファウルになります。インサイド落ちました。上本が抑えてスリーアウトチェンジです。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5回終わって2対0、カープがリードしています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは1回の表、このピンチの場面、ヒヤッとしましたが外野フライ、先制のピンチをしのぎます。2回の表ピンチの場面だったんですが、最後は力のあるボールで三振、ピンチをしのぎます。その裏、得点圏にランナーを置いて、最後はこのボールで三振を奪われました。先制のチャンスを逃します。
3回の表、得点圏には先制のランナー、迎えるは3番秋山、ライトへのタイムリーヒット、ジャイアンツ先手を取られます。裏の攻撃、このチャンスの場面、ここは打ち上げてしまいました。逆転のチャンスを逃します。4回の裏、チャンスの場面、しかし見逃しの三振、同点とはなりません。得点圏にランナーを置いて、しかし外野へのフライ、同点のチャンスを逃します。5回、ワンアウトランナーなしから3番秋山、その初球でした。ジャイアンツ1点を追加されます。これから6回、カープは代打を送ります。バッターは堂林。小宮山さん、ここで点差を広げられるわけにはいきませんよね。まあ、ここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。初球は何で来るか。ファウルになります。ボールになります。次が3球目、アウトコースへ決めました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウトです。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただまだ続投ですから、ここは踏ん張ってほしい。初球ボール。入りました。変化球インコース、ストライクです。ワンボールツーストライクです。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。センター掴んでツーアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の床田がバッターボックスです。ここはきっちりとアウトを取らないといけませんね。そうですね。初球空振りです。内へ低めの変化球、ノーボールツーストライク。3球目外れました。これが4球目。インサイド落ちました。高く上がりました。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。この回カープ3人で攻撃を終えています。2対0カープがリードしています。6回の裏、カープに選手の交代がありました。ただいまの回代打の堂林、そのまま入り配球表をご覧いただいています。
今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。バッターボックス岡本、まあ、前の打席はチェンジアップをうまく打たれましたから、今度はその使い方は工夫したいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。引っ張った、取りました、アウト、ワンアウト。5番バッター大城、先ほどの打席は逆転のチャンスだったんですが内野フライに打ち取られています。床田、まずは先頭バッターを打ち取っています。引っ張った、菊池、ツーアウトになりました。バッターは6番中田、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。この回のジャイアンツ打線ですが2球でツーアウト、淡白な攻撃となっています。まあ積極的に打っていくのはね悪いことじゃないんですけどもね。はい、そうですよね。